アンモナイトは、古生代シルル期末期から、中生代白秋末までのおよそ3億5000万年前後の間を海洋に広く分布し繁栄した、陶足類の分類群の一つ。すべての種が平らな巻貝の形をした殻を持っているのが特徴である。古生代と中生代の貝にあたる、各年代を生きた種はそれぞれに、四旬化石とされており、 地質学研究にとって、極めて重要な生物群となっている。アンモナイトアコウは、オルドビスキから生息する、オウムガイアコウの中から分化したものと考えられている。以来、彼らは実に長くの時代を反映していたが、中世代の末期,期となる白亜紀末の系ピコグラム教会を最後に、地球上から姿を消した。アンモウのレリーフ、バラッコ古代彫刻美術 古代地中海世界においてアンモナイトの化石はギリシアの羊角神アンモンにちなみアンモンの核として知られていた。ダイプリニウス博物誌では奇跡類に関する章においてハミナイズコールの名を挙げエチオピアの成績の最たるものの一つとして紹介している。こうした伝統を踏まえアンモンに岩石、鉱物を意味する語尾手を添えてアンモナイトの名を造語したのは 18世紀後半のフランスの動物学者ジャンギオーム・ブリギエールであったともされる。同一層から発見される化石であれば、アンモナイトの種別をもとに年代の特定が可能。化石の算出数が多いことに加え、年代によって形に差異が見られ、なおかつその特徴が信用に足る規則性を持っているため、地順化石として地質学上有用なものとなっている。 すなわち、アンモナイトの化石は多くの年代地層で見出されるが、その種類は限定的、規則的であるので、各種のアンモナイト化石が発見される地層の年代をアンモナイトで特定できるということである。化石が多く発見される理由は、そもそも生息数が多く生息域が広かったことも、あるが劣化しにくいからという材質に追うところも大きい。 東海蔵船アンモナイトの殻の外観は、一見しただけでは巻き貝のそれと同じように見えるが、注意深く観察するとそうではない。一般的なアンモナイトの殻は、巻き貝のそれと共通点の多い東海蔵船構造を持っていることは確かであるが、螺旋の身長が平面的特徴を持つ点で、下へ下へと伸びていき全体に立体化していく巻き貝の殻とは異なり、 巻かれたゼンマイバネと同じような形で外側へ成長していくものであった。また、殻の表面には成長する方向に対して垂直に、節くれ状の段差が多数形成されていることが多い。巻き貝との違いは、殻の断面からもわかる。螺旋が最深部までしきりなくつながっている、巻き貝の殻の内部構造に対し、アンモナイトの場合、螺旋構造ではあるが、 多数の隔壁で小部屋に区切られながらの連なりとなっている。この構造は原生オウムガイ類の殻と相似性をなしており、このことからアンモナイトは等速類であると考えられた。隔壁、左隔壁と連出の様子がわかる切断面、右殻側を剥がされ研磨されたから中層の縫合線がよく現れている。殻の内部は原生オウムガイ類と同様、 南体部が収まる一番外側の大部屋と、その奥にあって、浮力を担う小部屋の連なりとで構成されている。重防と規模とは、細い体幹によってつながり、ガス交換がなされていたはずである。規模は、数学的規則性をもって配置される核壁によって、奥から順次区分される作りになっている。そこにあった体液は排出され、代わりに空気が取り込まれることで中性浮力が、 発生する。これによって希望は、魚の表に相当する機関として働いていたと考えられる。この説から、たとえ巨大な種であっても行動に不自由はなかったと推測できる。原生オウムガイ類の飼育研究から、殻の成長に伴って軟体部が、断続的に殻の口の方へ移動し、その後に残された空洞は最初は、 体液で満たされているものの浸透圧が作用して、体液が自然に排除される仕組みであったと推測されており、積極的にガスを分泌するのではないと考えられている。原生オウムガイ類との相違点として、原生オウムガイ類の核壁が殻の奥に向かってくぼむのに対して、アンモナイトの核壁は殻の口の方向に突出する傾向があること。 隔壁間の空洞を連結する連出祭管は、原生オウム外類では、隔壁の中央部を貫通するのに対して、アンモナイトでは、殻の外側に沿っていることが多いことなどが挙げられる。縫合線縫合線が、菊の葉のような模様を描き出している。隔壁はしばしば殻の本体と接する円の部分で、複雑なひだ状に折れ込んでいる。これは、段ボールや波板、 h 傾向などと同様、殻の強度を高めつつ軽量化を図るという、相矛盾する課題を達成するための仕組みである。殻の内面に現れた隔壁と接する、方合線の形状は年代による際が明確で、広代のものほど複雑になっており、分類学上重視される形質の一つである。この方合線はまた、複雑に入り組んだ自然の織りなす模様となって、アンモナイト化石に、 美術的価値を生み出してもいる。幾何学的で、かつ、どこか、植物的でもあるその模様は、日本や中国では、菊の葉を連想され、アンモナイトが、菊石と呼ばれる由来となった。殻側を剥がして、磨きをかけることによって商品化されるものである。異常巻き日本にテスの化石通常のアンモナイトの殻は、同一平面に螺旋に巻いた渦巻き状の形態である。ところが中世代も、 後期の白紀に入ると、異常巻きと呼ばれる奇妙な形の種が数多く見られるようになってくる。細長く伸びたようなものや、紐がもつれたような非常に複雑な形状のものなど、様々な形態が現れ、過去の研究者を悩ませた。これらは、系統進化上の寿命なるものが尽きることで引き起こされた一種の末期的な危険の症状であると見なすのが、旧来の説だったが、 現在は、旋海域が発達した白亜紀という時代の環境に元を求め、そこに生じた複雑な日地に適応して様々な生活型のアンモナイトが分化した結果であるという説が唱えられている。なお、一見不規則に見える異常巻アンモナイトであるが、日本にテスを含むいくつかの種では海中に浮遊した状態で空口の向きが一定の範囲に収まるように、 成長方向を調節していたと仮定することで、コンピュータシミュレーションで再現でき規則性があることが確認されている。パラプゾシア・セッペンラデンシスの化石アンモナイトアコーの動物は、殻の直径で数センチから十数センチメートル程度のものが多い。しかし、中には大きな種も存在し、ドイツノルトベストファー練習の白亜紀後期層から発見された。 史上最大のアンモナイト、パラプゾシやセッペンラデンシスなどは、殻の直径2メートルに達するものであった。ハインリヒ・ハルダーの筆によるアンモナイトの生態を復元創造図。CF ザ・ワンダフル・パレオアート・オブ・ハインリヒ・ハーダー。アンモナイトは、軟体動物なので、柔らかな軟体部分が極めて残りにくい。しかし、同年代に生息していた同じ等足類のタコ。 ベレムナイトについては、かなり稀であるものの軟体部が保存された化石が見つかっており、アンモナイト研究者の焦燥を煽っている。タコ、イカ、ベレムナイトに比べて、アンモナイトの軟体部が保存されていることが極めて稀なのは、筋肉組織がイカやタコに比べて軟弱であったのではないかという説がある。軟体部分の痕跡を止めた。 化石の発見例は存在するが、ごくわずかしかなく、それも大半が断片的にしか痕跡を残していないため、研究資料として十分な量には達しておらず、軟体部分がどのような構造であったかについては未だ解明されていない。原生のイカやタコのように吸盤のある植手が複数あったであろうことは、痕跡化石から推測されているが、植手の本数はまだよくわかっていない。 化石はほぼ全てが殻であって、おびただしい数の化石標本が確保され、主要な産地であれば、たやすく見つけられるが、軟体部分の復元は、原生の等速類との比較による推定でしか行うことができない。原生動物との比較は復元の上等手段であるが、現存する等速類でこのような殻を備えているのは、オウムガイ類の他は、フネダコやアオイガイが属するアルゴナウタ族のみである。 原生オオムガイ類は多数の短い触手を持ち、浮遊するように遊泳する。アルゴナウタ族はタコの仲間で、やはりこれも浮遊型の遊泳動物である。その他の頭足類では、イカはより活発に遊泳し、タコは海底を捕捉するが、いずれも殻は退化させている。トグルコウイカは非常に明確な渦巻き構造を示す殻を有するが、それは 完全に体内に収められている。現在では、殻の構造及び軟体部の痕跡の残された化石からアンモナイトは、殻の形の似ているオウムガイよりも、原生のイカやタコに近縁であるとする説が有力で、オウムガイ類との類似性及び関連性は、薄いと考えられている。イカに近く復元した場合は、ごく短い足を多数持って、水中半なカバを漂うように泳いでいた。 という姿となり、タコに近く復元すれば、殻から長い足を出して、海底を這い回ったという図になるが、いずれも推定によるものであり、結論は出ていない。ドイツの生物学者、エルンスト・ヘッケルによって表された、カンスト・ファーメンでアナチアに見るアンモナイトの図説。ディスコスカルファイツ・アイリス。前述の通り、アンモナイト・アコーの系統発生は、 古生代オルドビス紀から生息していたオウムガイ、アコウからの文化と考えられている。生態ピラミッドの最高時捕食者として栄えた時期も、あったオウムガイアコウとは違い、アンモナイトアコウは、その進化史の初めから食い食われる注意の捕食者としての出現であった。何を祖先とみなすかは、諸説で割れる分類が最初期のアンモナイトを何と定めるかによって違ってくる。 バクトリテス目をもって、アンモナイトアコウの発生とし、その直接的祖先とされるオルソセラス目の、スフェオルソセラスを上に置く考えもあれば、自家水系の殻を持つバクトリウス目をオウムガイアコウに分類し、彼らから分岐して、螺旋系の殻の進化傾向を初めて見せる、アナルセステス類をもって、最古のアンモナイトアコウとミナス説、その他がある。アナルセステス類を含むゴニアタイト類は、 古生代で盆期中期からペルム期にかけて繁栄したが、未曾有の絶滅期である PT 境界を超えることはなかった。ペルム期中期出現のセラタイト類はしかし、PT 境界を超えて三畳期を迎え、この時代を繁栄期としている。そして、アンモナイトアコーの代表たるアンモナイト目は、セラタイト類を母体として三畳期中期に現れている。彼らは、ジュラキ、 白明けを通して大繁栄することになるが、その陰でセラタイト類は三条期末に姿を消した。登場以来、古生代から中生代にかけて長く繁栄することとなったアンモナイトアコウではあるが、幾度となく到来した絶滅イベントによって、彼らのうちの古い形質を残すものは失われていき、ジュラギにはアンモナイト目だけがアコウを構成する状況となっていた。それでも、 アンモナイトアコウの流星期はこのアンモナイト目によってもたらされたものである。そのようなアンモナイト目の中にも聖水はあり、代表的な一群であるアンモナイトアモクは、白亜紀には減水し始め、異常巻きで有名なアンキロセラスアモクが繁栄を見せている。自らも獲物を捕らえ、また代償様々な捕食者の生態を支えてきたで、アローアンモナイトはしかし、 約6500万年前の一時期に突如として、姿を消した。中世代の幕引きとなる白亜紀末の絶滅イベントが、今度はアンモナイト目を、地上から消し去り、アンモナイトアコウの命脈を断ち切る悲劇を現出させ、彼らの進化史のすべてを終わらせている。一方、アンモナイトアコウより先に存在していたオウムガイ、アコウは、これも長い地質時代の間に、 多くの種が現れては消えていった。それでも、遠い子孫がわずかに生き延び、我々はそれをオウムガイと呼んでいる。20世紀末以降の学会では、断片的にタイ部の痕跡を止めているアンモナイト化石を元にした知見から、殻の形の似ている原生オウムガイ類よりも、施設にある葉の数などで共通性を見出せるイカやタコを禁煙とする説が有力になっている。 原生のイカやタコを含むサヤカたちアコウの原初的な文化もアンモナイトアコウの発生の頃にまで遡って考えるのが強的な説である。アンモナイトと原生オウムガイ類は別の系統群とみなされるようになったわけであるが類似する生活様式を持っていたための一つの修練進化であると考えられている。イカに近い生態で復元する場合のアンモナイトはごく短い足を 多数備え、水中中和を漂うように泳ぐ姿を想定される。それが、タコに近い生態での復元であれば、殻から長い足を出して、海底を這い回る様子が描かれることとなる。統測砂の分類は、非常に流動的で、統一見解がない。諸説ある中の有力な二説に基づく、アンモナイトアコーの上位分類、及び、近縁の分類群をここに示す。 分類等速綱をオウムガイアコーアンモナイトアコーサヤカタチアコーの3アコーに対別する。分類等速綱をオウムガイアコーと新等速アズナの2アコーに対別し、新等速アズナをアンモナイト類とサヤガタ類に2分する。分類等速綱を4エラアコーと2エラアコーの2アコーに対別し、オウムガイ類とアンモナイト類と全者の階に、原生を含むすべてのサヤガタ類を、 後者の回に置く。諸説ある中の有力な二説に基づくアンモナイトアコウの回分類をここに示す。アンモノイド類は競技のアンモナイト類と区別して言う場合のアンモナイトアコウの故障。なお、分類は分類より多くの目を含むがゆえ、先に記したに過ぎない。分類は多くの指示を集める分類法である。略号の意味、イコール絶滅。 ライコールラテン語発音に準じたかな転社。日本語による別の読みもあるが、ここでは省略する。分類、バクトリテス目をアンモナイトアコーの主源的一群とする説に基づく。アンモナイトアコーをバクトリテス目からアンモナイト目に至る七目四、ア目に分類。分類、バクトリテス目をアンモナイトアコーに先行するものとして除外し、オウムガイアコーに分類する説に基づく。 アナルセステス類をもってアンモナイトアコウの出現とする。この他にもアンモナイトアモクをアンモナイトアモクとペリスフィンクタスアモクに2分する説もある。主な産地としてはモロッコ、ロシア、イギリス、ドイツ、カナダ、アメリカ合衆国、マダガスカル、日本が挙げられる。他にフランス、スイス、ナイジェリア、カザフスタン、インドネシア、ペルーも知られる。 日本では北海道が世界的産地の一つとして知られており、これまでに600種類以上が発見されている。特にアンキロセラス類の産地として有名。北海道三笠市立博物館におけるアンモナイト化石の展示アンモナイトの化石はしばしば観賞用やアクセサリーとして販売、利用されている。古代生物の化石であることはそれ自体価値であり、魅力であるし、 地球上海底から鉱山まで、あらゆる場所で見つけられ採掘も容易であり、優れた造形も、また、人を引きつけるものがある。風水で語られ、利用されることもある。さらには、宝石の輝きをもって産出するものがあり、それらは加工され、高値で取引される。ジュラシックコーストの海浜とシライム、リージスにて、夕日に映えるアンモナイトのデザイン外藤。止まっている鳥は、 セグロカモメ。アンモナイトの殻の中層にあって、光沢を放つ真珠質層が損なわれることなく、化石化したアンモライトは、琥珀、真珠、珊瑚と共に有機質起源の宝石の一つに数えられる。高いイリデッセンス効果によって、タンパク石のような虹色の輝きを放つこの化石は、世界各地から見出されるが、宝石と呼べる良質のものは、 米国とカナダにまたがるロッキー山脈の東斜面のみで産出し、とりわけカナダアルバータ州の約7000万年前の地層に由来のものは価値が高い。アンモライトは古くはインディアンのブラックフィート族がゴフとして用いていたという。世界的に知られるようになったのは1970年代以降で現在最大の市場となっているのは日本。これに産地、カナダ。 その他が続く。ロッキー山脈のアンモライトは、ほぼすべてプラセンチセラス属の一種に由来している。左の画像、アンモライト。左の画像、アンモライトジュエリー。アンモナイトパイライトは、殻の組織に、木鉄鋼が入り込んで結晶化したアンモナイト化石である。これも、宝石的価値のある、良質のものは加工され、ペンダントトップ等のアクセサリーとして用いられる。 左の画像、アンモナイトパイライト。バチカン美術館の二重螺旋階段アンモナイトの優れた造形は多分野の芸術家に愛され、多くの創作物がこれをモチーフとしている。対数螺旋は、レオナルド・ダ・ヴィンチやアントニー・ガウディの建築様式にも見られるが、ガウディの螺旋階段などは、上から見ると、段差の一つ一つがアンモナイトの連出を想起させ、 巻貝の殻とは違うアンモナイトの殻がモチーフであったとする話を説得力あるものとしている。売れカの画像は別のものであるが、これも対数螺旋の階段の一例。ありがとうございます。